ミスズコミスは長野県松本市にある湖である。農業用水を確保するため池として築かれた人造湖で古くからの名は足の体系。その歴史は安土桃山時代に始まり昭和の大改修工事で規模を拡大し現在の姿になった。1953年にはミスズと解消されている。湖を取り囲む三佐山からの流れが源流。 湖より流れ出る水は、目トバ川として、松本市内を流下し、田川へ合流してすぐ、奈良川、西川、千曲川として、長野県を北上し、県境を越え、信濃川と名を変え日本海へ注ぐ。ミスズの原型である足の電池は、安土桃山時代後期の1597年頃、信濃国松本藩によって築かれたとされている。 その後江戸時代に入り1643年、1698年と2度の増築改修工事が行われた。1929年、農業生産量の拡大を目指し、池を増築する構想が持ち上がった。かねて、より池の規模は水需要を満足させるものであったとは言えず、周辺の農村では水不足となると水をめぐってしばしば争いが起こっていた。 1939年には、この地域は大干ばつに見舞われており、これも拡大を推進する一つの契機となった。長野県は、県営事業として事業に着手。現地測量、設計を行い、1941年に農林省より事業について許可が下されたことを受け、1943年1月24日、本郷国民学校で非公式が行われた。途中、 太平洋戦争による人手不足から工事に遅れが生じ、工事は終戦後も続行され、1951年3月に完成した。同月24日には、池のほとりで、竣工式が催され、林長野県知事をはじめ600名が出席した。総工費2566万円を投じた、大改修工事により、水をめぐる地域間構想に終止符が打たれた。 終戦後は、食料の不足はもちろん、終戦の安堵と敗戦へのショックのため、人々は、心中穏やかではなかった。それらは工事の品質に悪影響を与えるに、十分だった。流域の住民の間では、園庭が崩壊するのではないかとの噂が広がり、不安に駆られた一部の住民はこれを先導する、勢力と合同し、メトバ川景気検防止同盟会を結成。 改修工事反対運動を起こした。これを受け事業者側は、包み高を当初の予定より1メートル下げ、貯水量を原案の80万9460トンより約1万トン減少させることで停滞に加わる水圧を低減し、安全度の向上を図ることを提案。同盟会側はこれに合意し、工事は続行されることになった。この措置による貯水量減少分は、 隣接する万倍計を回収することでまかなわれている。足の電池がミスズコに解消されたのは1953年のことである。名前の由来について、湖の形状が鈴に似ているからとも、あるいは、シナノの枕言葉、ミスズカルに由来するとも言われる。ミスズコは、松本市中心市街地より、比較的近い位置にある浅間温泉街より3 5トルほど登った。 地点に位置している。継承地、美しが原への玄関口の一つでもある。湖には、ヘラブナやコイ、ワカサギのほか、ブラックバスなどが生息している。浅間温泉からミスズまでの道は急勾配が続いており、毎年6月末にツールド美しが原高原、自転車レースが開催されている。ミスズ周辺は、観光地としての整備が進んでおり、湖を周回する。 遊歩道やキャンプ場、バーベキュー場、釣り場、ホテル、マレットゴルフ場などがある。過去には、国際大会も開かれていた、浅間温泉国際スケートセンターがあったが、2015年より、同地は、ミスズコ自転車競技場となっている。バンバイ家ミスズコのすぐ西隣に、バンバイという池がある。1819年、近くに住む村人によって設けられたため池で、 1846年に村人1万3000人余りを動員して増築された。昭和の三スズ大改修工事において、その反対派との間で結ばれた合意条件として貯水池規模の縮小があった。この縮小分を補うため、1943年に規模を拡大し、水路によって三スズと結ばれた。2002年の本郷畜産林火災では、貴重な消防推理として、 大活躍した。ありがとうございます。